お疲れ様です。お疲れ様です。来ちゃいました。ついについに、ついにこの絵面久しぶりじゃない？マジ久しぶりです、ね、そうです。多分なんかコメント欄でも喜ばれるお二人ですね。あ、間違いない。リリーずっとうちのやつの今リリちゃんリリちゃんって言われるもん。おー、ずっと来ます。いや、本当にあのごめんなさいですいやでも今日はあれだからね、うちらだけじゃないからね。そうそう、みおちゃんも主役そうそう主役だからね。で、まあ、今日はと言いますと、以前の男子足場班料理、足場班料理対決の女性バージョン、イエーイ。うちは主婦だからある程度のものは作れるけど、リリーちゃんとミオちゃんはまだまあ未婚ということで、まあ、一人暮らしだけど。やらないですけど、一人暮らし始めた時はちょっとハマってて、うん、いろいろ作ってたんですけど、でも最近はマジでやばくて、もうなんか野菜とかをレンチンして醤油ぶっかけたやつ食べるとか、うん、でもこれなんかパッと今の想像だけど男子よりひどい気がするわ。え、あのマジで私タケさんにあんな聞いてたじゃないですか。まあまあレベル高かったからね。そうです、私多分えぐいっすよ。まあ足場班とはちょっとルール変えて、はい、女性はやっぱりね、今後お嫁さんにとなりますと自分で買い物をしなくちゃいけないよね。スーパー行って今日のご飯は何しようかなって、大好きな旦那さんのこと思い浮かべて、子供のこと思い浮かべて、お買い物しかい未来花嫁修行だね。買い物にレッツゴー、レッツゴー。いや、なんか緊張してくるじゃないですか。緊張してくるじゃないですか。私結構できますね。あ、じゃあ私も使わせてください。それ全然いいですけど、なんか変なの選ばないといいことですよね。いや、人参一袋でいいんじゃない人参一袋でいいんじゃない。早くも苦戦したんですけど、肉じゃがの肉って何肉なんですか？ちょっと肉じゃが、今肉見てきたんですよ。キリーあ、セーフセーフセーフギリギリセーフ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、買い物を終えて社長宅へ到着この前と逆でね、はい、今日堀川さんの代わりにこの前とは逆で女子が作ったものを男性陣に振る舞う。料理できるちょい経験ですもん、ちょい経験。たぶん今のはやばい感じ。え、でも一応一人暮らしやから。でも言うて、できるできるって言って、全然できる。ねえ、じゃあやられるいや、最初から壊さないでください。女性陣は。肉じゃがです。あと、卵焼きです。イェイ。これ定番でもう多分。全員一緒に。そうです。そう、全員同じだって。その方がさ、味の比較できるくない？お弁当のおかず定番じゃん、卵焼きって。旦那さんがね、とか子供ができた時にお弁当作るってなったら、やっぱ卵焼きはできないよね。だって子供でも作れるからね、卵焼きって。それはわかんないですよそれはわかんないですよということで、本日は卵焼きと肉じゃがを作っていきます。いただきます。あ、1本ね、ありがとう、はい、はい、これはハヤさんもジャッジで、え、しないですよ。いくい、それはいくい。それしたらもう私たちの手切りますよ。リリーちゃんが包丁持って怖いんだけど、なんかウルフカットにされそうですね。だってウルフカットにしたいなとか。やばいやばいやばい。やばいって。もう洗ってないってもうやばいじゃないですか。いやいや、もうだってもう差が出てますよ。え、もうジャガイモ剥き終わったの。ゆっくり。早い早い。カメラ誰もしてないから。え、もう剥き終わったんですか、2つ。剥いちゃってください。剥いて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 。左利きやっぱいいですね、ポイント高い。左利きポイント。肉じゃがのさ、玉ねぎってちょっとどういう切り方かさ。え、これは教えるのなしですよ。ダメだよ、ダメですよね。え、左利き見て見て、左利きあっちにもいたみんな左利きなんだよ。ポイント高いっす、高いっす、左利き。その言い方やめてくださいよ、生で見てたの。いけないんですけど、玉ねぎの助けてください。すいません、ここ向けないんですけど、どうやったら普通に。でも向けないんですもん。向けます。で、玉ねぎのさ、切り方がわからんねんけど、肉じゃがのどういう切り方ちょっとやばいな、滑るな。
これ動画越しだとリンゴに見える。リンゴ一応一人暮らしね、何年ですか一人暮らし。1年半ぐらい。唐揚げとかマジで作ってたし、オムライスとかマジで作ってた。え、マジっすか。左利きの唐揚げ食いてえな。そんなに左利き重要。左利きマジいいっすよ。え、想像入れるんですか肉じゃがって。入れないですか、わかんない。付き合ったと勘違いした。え、待って、入れない、嘘。え、入れるもんない、ちょっと待って、わかんない。じゃがいも剥きます。え、ここ剥けないんですよ。それもグリって、あのそれあるやん、そのちょっとでかいですね。そのなんか、いいちょ、もう知らんてなんか怒られたんですけど、もう知らんてウルフカットにされるっすよ、近づくと包丁でめちゃ緊張しとるやん。え、まだ動画出たことないの。まだアップはされてない。普段どれぐらいの量作るんですか。多いかも、一回に作る量。なんかね、少量で作れるのだよね。はい、だからなんか量は多くなっちゃう。ゆたぽんってまた左利き出てるって。そんなに重要みたい。左利き俺大好きです。大好きです。超いいよ。やっとありがとうございます。おそれ何してんすか。何の動きそれ。いや、どうやって切ったらいいのかな。なんで一歩下がってみるんですか。こんぐらい。いや、聞かないでください。もう俺ら何も答えないです。こんな感じ。結構誰かも病院行かないんだよ。おっと、こちらペコさんの方料理です。手際がいい。え、しかもちなみに本気でわからん。ピーラーどこにもなく皮ごと調理するみたいな。お、領域展開した。めっちゃ言ってる。やばいやばい、領域展開しとるけど。なんか飛んでかないですよ。飛んでこないですよ。怖い怖い怖い。やばい、斜めになってる。怖い怖い怖い。これ巻き割りじゃないですか、こんな。刺したやつ一回。こうやってやった方がいいんですね。ちゃんと待って。飛んでくるっすよ、包丁じゃないよ。立て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 。だって立てたら斜めっちゃってますもん。いいってもう。もういいっすよ。いや、危ないっすよ。やばい、お前、そっちが危ないじゃない。え、うですか、これ。アドバイスされる子供。こんな怖いですか。私怖いです。これアドバイスしちゃダメなんですよね。そう、ダメだよ。え、アドバイスされるほどの腕ですかこれ。違うかな。怖い怖いっていう声しか聞こえてないんだけど、向こう。おー、うまい。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。うちもあとあれつけるだけ。ただね、火力弱いっしょ。火力が弱いから前回それ思ったんですよ、自分。やばいですね、私だけこの人だけ全然どうしない。あー、洗って、3秒ルール、3秒ルールって。ごめんなさい。お前だけは3秒ルール。石鹸で飲んだほうがいいですか。石鹸で飲んだほうがいいですか。石鹸で飲んだほうがいい。何が領域展開するから。もういいか。これ、食べて。じゃ、手が領域展開なんですよ。煮込んだらいい。いや、人による。いや、もうほんまにわからんねんけど。聞かずにやってくださいよ。私もわかんない、マジで。え、これで。うわ、でも切り方かっこいい。切り方とか言っちゃった。切り方。切り方。これお水入れないといけないですか。でも見てください、霜降ってるっすよこの肉。高いの買っちゃったかな。肉質だけだったらこれ一番だぞ。え、嘘、高いの買っちゃった。え、これ焼くだけだなと思って。ちょっと、あと水。あ、でも火通したらいいんですもんね。そう、とりあえず柔らかくしないと。ちょっと水入れればいいんですかね。分からん。肉じゃがって水どんだけ入れんの。え、これ入れすぎ。もう分からんねんけど。それは言えない。とりあえず肉だけつつこうか。そうですね。霜降ってるでな、この肉。これ玉ねぎどこまで剥いたらいいですか。玉ねぎ剥けるとこまで剥いたらいいですよ。 それ全部なくなっちゃうんです。この緑がなくなるまで。分からん。今何されてます。ファクトリーですね。ファクトリーだけどやっぱ火が弱いから。料理展開して。こうやってやっていかなきゃいけないですね。かな、分からんて。じゃ、聞かないで。分からんて。安定に多分食べれるのは。ほら、めちゃくちゃ。これだ、これだ、これだ。絶対水おかしい、ね、カレールー入れたい。え、違うな、これカレールー入れたいよな。やばい、ちょっと待って、これ肉じゃがって何の水か分からんねんけど。
危ない危ない。すごいいい匂いじゃない。もう完成あがきいい匂い、いい匂い、いい匂いします。まずくはならない。肉じゃが終わった後、まだ卵焼き残ってますか。あ、ごめんごめん。あ、そうやん、卵焼きあるよ。まあまあいける、自信あるんですか。マジ卵焼きは多分いける、まあまあいけると思う。それが答えになっちゃう。その作業なんていうの。ゴミ、ゴミ取り。ゴミ取り、ゴミ入ってんすか。ゴミとはなんかゴミじゃない、なんていうんですか。アク取りですか。アク取りはさす、わかる、言いますよ。大丈夫だね、あともう肉も全部入れたから、あと本当にこのだけ。大丈夫、柔らかい、食べますか。柔らかいですか。え、じゃあちょっと切りますクッキングシートで。長い、え、これ長いとダメですよ、ね、当たりハサミ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 、白いやつ。これガチでちょっとまずい。みりんすか、本当に匂った結果。いや、匂いは別に、その見たら分かるんで、あれです。何に必要なのか考えます。うん。本当に。入れる意味何か分からなくなってきた。これ砂糖ですか、ね、絶対。だって匂いしない。塩もしない。バカかも。これ入れましただってみんな使ってないよな。知らない。あ、肉忘れてた私。危ない、やっと気づいた。うちもいつ入れるんだろうなってずっと思うとった。おお、うまそう。この玉ねぎは、なんかニュアンスが自分の料理の感想は。いや、言ってくださいよ。そういう動画だもん。だってそれでもし自分これ美味しいって言って、うん、みんながまずいって言ったら、なんかすごいお母さんに申し訳なくて。お母さんに申し訳ない。だってお母さん、大丈夫、このレベルの、これはお母さんの味じゃないから。え、でもそうやけど自分がこれ 100% ないから大丈夫、安心してくれ。でも自分が安心してください。自分のベロがお母さんの料理のベロが。いや、絶対ないから。自分の料理同じにはならないから大丈夫。違うよ、全然違うけど。 100% ならないから大丈夫。安心してくれ。じゃあ、薄いじゃないですか。自分なので調節する。薄いか、濃いか、なんだわ。お母さんもいいって。ベロがお母さんのベロだったり。申し訳ない気がしてきて、これでもしまずいって。お母さん、やばいぜ、これなんか本当にまずい気しなくなって。お母さん見てる。見てる。見てください。見ないでください。見ないでください。見ないでください。顕微鏡欲しいです。ちょっと待ってください。早くないですか。覚えてますか。え、多分分かんない。みんなの肉じゃが、肉じゃがもう OK ってとこに来たら、もう卵焼き行こうね。まあ、分かんないです、私は。完成かどうかも分からん。いや、そう、完成かどうか分からんよな。分からんですよ、マジで。じゃあ卵焼き行こっか。さあ、ついに。うおー、重い。ないところで割りたい。え、ぶしゃってなった。ぶしゃってなった。卵割れるものはもう、あれっすよ。え、うん、生卵の場合。はい、生卵の場合角で。角でやったらぐしゃってなるんですよ。でも卵は角で割ってはいけません。そうなんですか。殻が中に入っちゃうから。ああ、なるほど。角でやったらその身の中に入るでしょ。大丈夫ですか。だから平らなところでやるのが正解。メンタル助けてください。メンタル。俺ずっと角で割ってる。何を探す。平らなところ割れてないですか。ああ、美味しそう。やっぱ入れすぎた、まあいいや。なそっち。え、それで終わり、うん、何入れるんですか。ちなみにうちみおちゃんにちょっと一つ余計なこと言っちゃったなんて。これうちが言わんかったら、あの子はスクランブルエッグを出す予定だったの。それはそれで面白かったのに。そう、だから言わんけよかったと思って。いや、それ一緒かなと思った。フライパンでぐちゃぐちゃしたやつ出せばいいっすよねみたいな。分かった。いいですか。これをオフにすればいいですよ。せーの。うえー。なんか変な形になっちゃう。全然いいですよ。楽しすぎて、ほんと。
一皿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 今度全部入れちゃダメってそう感じなんかそんな小分けるでも確かにあーでもおーいいやばい茶色くなってるんですけどまず全然美味しそうな茶色じゃないですかこれはやばい次はこっちに返すのじゃあそうえそうじゃないですかあえもうやばいめっちゃうまいやんちょっとほんまにやばいねんけど私は生きたこと後悔してきてるほんまにやばいおお最後全部いったどうぞちょっと手が震える次急にスクラブリ出したよそうなんですけど穴開いちゃったんですけど臭いだ修復修復大丈夫大丈夫おおでもうまいうまいいやでも味次第だよ味次第そうそうそう見た目が悪くても味がね、うん、だキッくんの場合は見た目が良くてもあっとあっと見た目はめっちゃもうだって次回は僕出ないしあれ飲みにくいところに持ってたなお父さんねお皿やめます。やめた。やめた。してた。おーまい。おちょおちょ。ああ。なんかさ。え待って嘘。いやいやいや。これはない。いやマジマジ。嘘。いや本当に。え待って。完成。完成。はいみんな見て勉強して。マヨネーズは入れたことない。マヨ入れるんですか。ま今マヨネーズだけしか入れたの。塩コショウ。これうち自分のチャンネルの方でめっちゃあったけど塩コショウの卵焼きはみんな食べないらしい。私塩コショウ入れたことないし。そうらしい。砂糖ですね。砂糖は甘い卵焼きが美味しい。甘い卵焼きが多い。伊達巻き以外甘い卵焼き食べないよ。ああそうだよね。でも家庭によってはね結構砂糖入れとる人多いみたいで。そんな絶対に広げてないんですけど私。待ってくださいよ。もうやばい、なんかもう本当に無言で見ちゃうのふっくら感が違うんですね量、卵何個使った？3みんな一緒3だから2個でやったの間違いでしたね、小林さん。あ、2個は追加で生卵出したらいいっていう言われて、2個でやったっす、私生卵で出すの？そう、そういうのが食べる。そう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 。あー、なるほど。お勉強になりました。もう、じゃあこれでいきますもん。あ、すごい、断面を見せるのか。すごい。うまそう。じゃあ、あとこれお皿に持って肉じゃが。完成じゃない？何にも変えたい。早いって。大丈夫ですよ、これからで地獄は。透明感ある。透明感ある、込み言葉あるよね、透明感あるよね。え、それいいの悪いの分からんねんけど。なんかさ、赤くない？そうなんです、透明、透明なんで赤いの？え、でもめっちゃ煮込んだから生のはずは絶対ない。本当にマジで、なんで赤いんか全然、マジで赤いの？めっちゃ煮込んだよな、絶対ありえなくない？これ生ではない、本当に。うちのために買ってきてくれたの？はい、しっかり盛り付けも完成。誰から行く？じゃあうちのから食べる？持ってくやつ。いや、お前と。いや、いや、最後がいい。ペコちゃんは最後がいいな。じゃあ、私のから。ちなみに牛丼って言われたらもう牛丼だわな。卵焼きです。あ、食べない。卵焼きですか、これ。いただきます。シリ入れてな。みんな死んじゃないですか。何も喋れないこいつ。おでん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 。マジでおでん。さっき味見した時より味飛びして薄い。いや多分ね、汁だけ飲んで、汁多分薄いと思うよ。汁が薄かったでしょう。だから食材食べたらもっと薄いよね。そうそう。汁が薄いから。濃いぐらいにしないと。あ、汁が濃いぐらいですね。そう、味見した時に汁がちょっと濃いぐらいで食材に入り込んで、なるほど、はい、いいぐらいになる感じ。で、レイ君初登場で腹壊すかも企画。肉じゃがですか？おでんじゃね？おでん。味が薄い。え、待ってください、出したくな。
おでんな、おでん。え、でも肉じゃがの味しますよ。じゃがいも言ったっすよ、自分言ったっすよ今、ね、素材そのままの味って。待ってください、私出したくないんですけど。これどう思いました、こんにゃく。これってあのどういうこと、おでんのこんにゃく味噌じゃないどうだいか。おでんです。おでんですおでんと肉じゃがってどっちがあるか分からん。でもでも結果として美味しい、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 おでんとして美味しい。おでん肉じゃがでは眠い、吹いてるからみんなが。まずく、まずくは。ゆうくんちゃんの汁まで全部飲んでくれて、あ、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです本当に、お汁まで飲んでくれて。はい、次卵焼き。あ、怖いな。でも入れてる調味料ね、間違ったものないから、ね。甘くはないですこれは。どうですか？ノーコメントなんですけど。薄いですか？何？パサパサ？そうね、卵焼き早く食べてほしい。冷めちゃう。そうなんですよ、ノーコメント。はい、悪い。はい。ノーコメント、ノーコメントとかあります？パサパサしてザラザラしてるような。最後はね。で、なんか嫌なんですよ、そんな中です。あ、でも、でも、味は、うん、あ、味もいいですか。よし、じゃあ次みおちゃん行ってみようか。返しがいないけど苦しいですね。初の手料理はね、ダーリン食べれんかったね。いいです、すいません、お待たせしました。すいません、ちょっとシュールから待ってるんですけど。マジ牛丼っす。牛丼、牛丼でも美味しくないですか。どうですか味は。でも肉じゃがではないですよね。人間硬っ。じゃがいも硬いし。え、人参最初に入れたのに。もう沈黙やだね。怖いです、もう本当に今吐きそうで。あ、おでんとしずれんだよな。肉じゃが、牛丼でも肉じゃがなんですか、じゃあ。ね、終わった、待ってください、もう料理一生しませんよ、私こんなの。すごく薄辛い。美味しそうじゃん、卵焼きも、ね、味するか分かんないです、ね、カンタさんの顔が本当に嫌だ。また嫌われるみおちゃんに。本当にカンタさん嫌です。え、俺が食ったとこ味ないだけ。いや、そうもないですよ。ちょっと一個は残しといてね。味が薄い。卵、もうちょっと入れなきゃいけなかったですかね。卵食った、卵食った。一緒料理します。なんか、なんすか。一番ひどい、一番ひどい、一番嫌いですかもしれない、そうかめさんが。俺基本うまいっすよ、うまいっすよ、うまいっすけど渋いっすね、口の中。渋い。めちゃくちゃ喉乾いたっす。次行こう。そう、次いらないじゃないですか、美味しいに決まって。いや、間違いないですよ、マジで。でもみんな待っとんだから。すいません、嬉しい、嬉しい。え、でも美味しそうですもん。盛り付けがある、盛り付けがある。あ、これあるよ、肉じゃが、緑。そうそうそう、届く。あ、もうじゃがいも柔らかいわ。でもなんかやっぱ醤油が違うから自分の味にならんかった。いただきます。よし、怖いね、でもなんかこうやって食べる。美味しいに決まってます、私的に。でもなんか美味しいに決まってる、マジで。もうだって私さっき味見させてもらったけど、美味しかったもん。あ、お前、カンタは食べ慣れとる味だよね。うめっ。岡部の口にはあんま合ってなさそうだよ。美味しいです、とやわらか。普通に、はい、美味しいしか出ないよ。そうっすよ、うん、美味しい。じゃあ端っこいただきますね。端っこ、端っこ、端っこでいいの。いただきます。いただきます。ほっくね、ほかった。うん、うまい、うまい。しょうしょう、ほかった。ほい、美味しい、ほい、うまい。どうだった、うん、美味しい。やっぱ卵焼き飲みますね。ほい。誰で肉の、いやー、卵なくなっちゃった。その私の食べてます。卵焼きますね、昨日。昨日やっとった。ごちそうさま。俺ちゃちゃ入れたもん。え、ありがとうございます。全部食べてくれたの。お疲れ様です。お疲れ様でした。終わったね。終わりました。もう二度としません。俺もしない。
もうリリちゃんどうだった？だいぶメンタルやられますね。いやでも嘘でもいいからもう完食してくれたのが本当に嬉しい。そうだね、全部完食してくれたもんね。まずいと思ってたかもしれないけど食べてくれたのがもうマジで嬉しいです。本当に紳士的な方で。それはもうせっかく作ってくれたからね。でもカットさんそんな食べてなかった。それだけでなかったか。え、結果どうだったん？女性軍のまあここ2人はほぼ初だよね。でも勝ち負けとかあんまないですけど、どっちもなんかそれなりの良さがあったのか、それぞれ優しい。いやもう本当に優しい。優しい。でもね、このシリーズがもし好評だったらまたメンバー変わってでもやりたいですよ。そうだね、またやれると面白いかもしれない。ぜひとも抜けたい。え、レイさん料理できるんですか？あ、一応できる。じゃあ今度は参加で。今言いましたからね、一応できるって。まあ、なんでぜひこの動画がいいねと思ったら高評価とコメントの方よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。え、何でしょう。引く。いや締めにく。え、そうなるんだって。あ、同じ。いや、私の方が強いっす。強い、まだ強い。強いっす、まだ別にやられてねんで。負けた。だって俺、4品作って3品微妙って言うから。メンタル。メンタル。みおちゃんの卵焼き味なかったじゃん。そうですよ。いいっすよ、自分の方が味ないんで。やばい。もう相当メンタルやられてるんで、締めまーす。すみません。